る。それでは皆さん、観光者の前に電光掲示板をご覧ください。Thank you.
会う時やろ。そういう問題ですね。そういう問題じゃないよね。コースの切り替わりが。2020シーズンのプレナスなでしこリーグは開幕から無観客のリモートマッチとして行われています。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルでは一部リーグの全試合を生中継で配信いたします。この時間は2020プレナスなでしこリーグ一部第2節愛媛 FC レディース対アイナック神戸レオネッサの一戦をお送りします。会場は四国は愛媛県、出雲と城と文学の町と言われる県と松山市の郊外にありますニンジニアスタジアムです。実況担当は滝沢雄一です。上空の天候はまだ雲の面積が多いですが、だいぶ青空も見えてきています。午後に完全に雨は止みました。日中は28度まで上がった愛媛県松山市、降水確率午後6時から 40% と出ているんですが、もう雨の心配はなさそうです。まあ、湿度がありまして若干ムシムシとしている、そんな陽気になっています。なでしこリーグ一部は開幕 1,2 節がリモートマッチで行われます。来週の第3節から新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を取り、観客を入れて開催する予定です。四国初のなでしこリーグ一部の愛媛 FC レディースにとっては記念すべきホーム開幕戦となりました。ご覧の通り笑顔を咲かそうとオレンジ色の熱いメッセージのポスターが掲げられ、選手たちを後押ししています。バックスタンド、クラブのオレンジメッセージプロジェクト、リモートマッチではありますが大きな援護となるでしょう。開幕戦を戦う両チームの選手が密集を避けるため整列して入場行進はせず、それぞれが今入ってきました。まずピッチに現れましたのが、上が白、下が紺のユニフォーム、アウェーのアイナック神戸レオネッサです。開幕戦アウェーでの伊賀 FC 久野市三重戦、1対0で勝利、白星でスタートさせました。キャプテンマーク背番号10は岩渕真奈です。この岩渕のスルーパス、これを加入の目玉、今シーズンの背番号9田中美奈、4年連続の得点王のこの注目選手が決めまして、アイナック神戸開幕戦白星で飾っています。こちらが背番号9、なでしこジャパン、日本のエースとして来年の東京オリンピックへの期待が大きくかかります。2年連続の一部リーグの MVP、 田中美奈です。開幕することができました。新型コロナウイルス感染症に立ち向かう医療現場においてご尽力されている方々はじめ、多くの皆様のおかげです。ありがとうございます。試合に先立ちまして、医療従事者の皆様をはじめ
この環境を作ってくださった全ての皆様に感謝の気持ちを込めて拍手を送ります。それでは私たちと一緒にみんなで感謝の拍手を送りましょう。こちら全身オレンジのユニフォームがホームの愛媛 FC レディースです。愛媛 FC レディースは開幕戦アウェーのセレッソ大阪境レディース戦2点リードするも追いつかれアディショナルタイムで逆転を許し3対2悔しい負けとなりました。迎えたホーム開幕戦です。では愛媛 FC レディースの今日のスターティングメンバーです。開幕戦から1人変わりました。ゴールキーパー31番吉原美奈美、ディフェンスは4バック予想、19番の佐藤光、27番浅島彩香、28番小谷恵理子、3番の向谷彩香が1部リーグ初先発となっています。ボランチ4番の鎌田蘭がアンカーのポジション、8番の松本園香、そして愛媛の自慢両翼14番の山口千尋が右サイド、左サイドが9番の大谷歩美、17番の上野真美がこのポイントゲッターチームの主力です、中心です。18番の阿久根真奈が最前線に立つという愛媛 FC レディースの今日のスターティングイレブンです。システムは 4-4-2 もしくは 4-2-3-1 が予想されます。一方アウェーのアイナック神戸レオネッサは開幕戦と同じスターティングメンバーで来ました。ゴールキーパーが21番のスタンボー花、ディフェンス4バックは11番高瀬恵、5番の三宅しおりと2番の森谷みやびのセンターバックコンビ、左サイドバックは鮫島彩、ボランチ6番の伊藤美希、15番の坂口萌乃、右のサイドに17番増谷理香、左に8番杉田ひな、前線は強力なでしこジャパンの2人、9番の田中美奈と10番のキャプテン岩渕真奈です。アイナック神戸のサブメンバーはゴールキーパー竹中以下、吉田、西川、水野、中田、島袋です。愛媛 FC レディースのサブメンバーはゴールキーパー佐喜真以下、松永、西川、中松、横山、西原、平塚となっています。アイナック神戸を率いますのはゲルト・エンゲルス監督、63歳です。今シーズンから新しい指揮官となりました。一方愛媛 FC レディースは赤井秀一監督が就任3年目です。昨シーズン初めてなでしこリーグ2部初優勝を飾って、さあ1部リーグでのホーム開幕戦です。2020プレナスなでしこリーグ1部第2節、愛媛 FC レディース対アイナック神戸レオネッサの一戦が始まりました。左から右に攻めるオレンジのユニフォームがホームの愛媛 FC レディースです。一方右から左に攻める上が白下が紺のユニフォームがアウェーのアイナック神戸レオネッサです。アイナック8番杉田ひな、コーナーフラッグ近、愛媛がここでボールを取り返しますが、アイナックの選手に当たって愛媛 FC レディースのスローインです。9番の大谷歩美です。鮫島、田中美奈ボールを受ける、さあボックス内に入って岩渕が外に打って、杉田がクロスを入れる、このボールキーパー吉原美奈美がキャッチしています。開幕戦アウェーで2対3悔しい逆転負けを喫した愛媛 FC レディース、舞台をニンジニアスタジアムへ移してホーム開幕戦、今節までリモートマッチ無観客でありますが、バックスタンドに目をやれば笑顔を咲かそうというサポーターのオレンジメッセージが大きく掲げられています。最前線でボールを追う18番の阿久根真奈も画面越しで共に戦ってくださいとサポーターに応援を呼びかけています。
アイナック神戸。最終ラインは三宅、森谷、そして3番の鮫島彩、左サイドバック。なでしこジャパンで数々の実績を持つ選手がアイナック神戸には存在しています。鮫島、最終ライン2番の森谷、宮城、そして5番の三宅しおりは現なでしこジャパンのセンターバックです。キーパースタンボー花、175センチの長身です。ここは愛媛、まずこのセンターバック、さあ少し上野がプレッシャーをかけてアイナックが右にずらしていく。愛媛 FC レディースの赤井秀一監督はゲーム開始当初からテクニカルエリアで腕を組んで戦況を見つめています。さあボックス内に入った、ボールがこぼれて田中美也というところ、アイナック神戸、後ろから岩渕、一旦下げます、振ります、6番の伊藤、ここはセンターバックへ。立ち上がりからアイナックが少しボールを持つ展開になりました。鮫島、坂口がボールを収めて、森谷から今度は逆サイドへ展開する、右には増谷里香、スピードがあります。急いで山口浩が戻るが、クロスが入った、キーパー吉が出てこぼれたところふわっと浮かせて、これは最後シュートに行こうとしましたが枠を捉えることができませんでした。背番号17、増谷里香です。昨シーズン一部で18試合6ゴールを挙げています。今シーズンは背番号9を田中美奈に譲ったため17番になっています、増谷里香です。ここ愛媛のつなごうというボール、増谷里香がカット、ただ愛媛の17番上野真美が取り返しました。立ち上がりからアイナックが愛媛陣内へプレッシャーをかけてきます。愛媛最終ライン、小谷恵理子、そして浅島彩香、さあプレッシャーかける岩渕、ぐーっとアイナックの選手は全員ハーフウェイラインより愛媛陣内に入ってきました。あ、ここで愛媛一度右サイドへのパスはカットされました。杉田ひな、なかなか前線にボールをつなぐことができません愛媛 FC レディース。アイナック今度三宅、右サイドバックの高瀬、ワンタッチでマスヤ、ここはオフサイドになりました。失礼、ゲームがそのまま続いていきます。愛媛背番号3、向谷彩香が今日は右のサイドバックに入りました。そして19番の佐藤光は今日左のサイドバックです。前線アクネマナプレッシャーかける、両チームとも監督がボールポゼッションというのをチームの目的にしています。アイナック神戸もこの後方からのビルドアップというのをゲルト・エンゲルス体制になってから推し進めています。監督があって新しいチャレンジをアイナック神戸しています。一方の愛媛 FC レディースも赤井秀一監督がレディース立ち上げから継続してきたボールを保持して主導権を握るスタイルというのをこの一部リーグでどれだけ実践できるか。あんとこ動かして左サイドに過ぎた、アイナック再びボックス内に入ってシュートに行く、背番号8、杉田ひなです。昨シーズン初のリーグベストイレブンに輝きました杉田ひなです。フランスワールドカップ、そして3月に行われたシーブリーズカップのなでしこジャパンメンバーにも入っています。アイナックは日本代表メンバー、3月に選ばれた選手が4人先発しています。前線の田中岩渕、そしてシュートを打った杉田、さらにはセンターバックの三宅、
からの展開を余儀なくされる愛媛 FC レディース。ここでセンターバックが持ち上がる。前線の動きは右、向谷彩香、右サイドバック、ここは下げる格好になりました。逆サイド、左サイドバックの佐藤光も高い位置を取ります。最前線には17番の上野もつきますが、さあここで愛媛、左サイド山口千尋がまず仕掛けに行きますが、ここはアイナックボールに変わりました。キーパースタンボー花、相手がゴールキーパーからつなぐというと愛媛、ここでスイッチが入って大谷歩美が追いかける。最前線18番はアクネマナ、愛媛 FC レディース。そして17番の上野真美、ボリア、ここで縦に1本、そして田中美奈に行って反転、前を向く田中美奈、左に振って岩渕、右にはマセがフリーだが、ここは潰した、浅島が潰しました。愛媛、さあここからカウンターというか、あっという間に3人に囲まれました。さあボールをつないでいくか、キャプテンのアクネマナがやや低い位置でボールを収めています。一旦ゴヤエリコ、鎌田、ワンアンカーの鎌田、さあ赤井監督から運べ運べというメッセージが飛びました。大谷がスタートを切るが、ここは小谷恵理子、さあセンターバックでつないで左に、あっとこの位置で取られました。アイナックボールですが、ここ中途半端な位置、愛媛チャンスになる、ボールが抜けた、大谷歩美ボクサーいてシュート、キーパースタンボー花こぼれる、ファーストシュート、愛媛 FC レディース大谷歩美です。日本代表にも選出されたことのある愛媛、この自慢のサイドプレーヤーの一人がチーム最初のシュートを放ちました。今日は縦に三宅が入れて、さあここは田中、赤井監督のセカンドという声、キーパー吉原に戻ります。赤井監督は愛媛 FC レディース、試合が始まってから一度もベンチに戻ることがありません。一方のゲルト・エンゲルス監督、アイナック神戸の方はベンチで立って戦況を見つめています。右に大きく大谷がポジションを取っていますが、あっとここ向井谷が、さてどうつないでいくか、愛媛レディース、アイナックはここでボールは取りに行きません。ぐっとまずマセアがサイドを切ってきましたが、さあ少し岩渕と田中が、そしてプレッシャー、関田もかかってくる、つなげませんでした。タッチ終わってアイナック神戸レオネスタボールです。鮫島が早いスローイン、岩渕が受ける、そして一人かわしてボックス内スライディング、これは最後は愛媛ボールに変わります。前半始まって11分が過ぎています。0対0、両チーム得点はありません。シュートは互いに1本ずつといったところです。さて愛媛がどうやらやや後方が3バックのような、そんな布陣にも見えます。アクネ、キャプテン18番が追いかけて連動するようにプレスをかけていきます。上野、アイナック神戸レオネッサも今シーズンはポゼッションビルドアップに取り組むという、そのゲルト・エンゲルス監督の新体制。左から鮫島が上がってきました。そしてもう一度鮫島、杉田が追い越していく、
ボールが出ました。アイナク神戸レオネッサの最初のコーナーキックです。前半12分過ぎたところです。アイナクはセンターバックの選手三宅や森谷も入っていきます。キッカーは背番号15の坂口萌乃。ゴールに向かってくるボールを蹴ります。坂口ニアサイドをすらして愛媛のディフェンスに当たりました。もう一度坂口、このボールは際どいところ、愛媛の選手に当たってセカンドボール。佐藤光ですがここはタッチ割ってアイナックボール。アイナック愛媛陣内深くで攻勢をかけてくる。再び、ここはゴールキックに変わります。愛媛4バック、センターバックは浅島小屋、右のサイドバックが向田に、左のサイドバックが佐藤光。ここは阿久根が後ろに下がってボールを配球します。さてここ相手陣内に入ってからいかにつなげるかというところ。愛媛鎌田、さあ中盤センターサークル、アイナックボールに変わりました。杉田ひな、サイドバックも上がってくる鮫島、そして右のサイドバック高瀬も大きく右張ります。アイナックも2バックの状態で、さあここからただ愛媛ぐーっとアクネがプレスをかける、連動するように上野、さらには鎌田も行く。スタンボー花が蹴り出しました。タッチ終わって愛媛ボールのスローインに変わります。さあここも左肩上がり、左サイドバックの佐藤光が高い位置を取って、まあ、候補は3人という並びになっていますが、愛媛 FC レディースどう攻撃を組み立てていくか、出しどころを探します。9番のサイドの大谷歩美、そして中へ入れたアクネ、ワンタッチ、松本園香、クロスは相手ディフェンスに当たります。赤井監督から OK という声が一言飛びました。愛媛、赤井監督テンポテンポという声、スピードアップできるか。左サイド山口、ちょっとファーストタッチが伸びた、ただすぐ上野が回収、鎌田ラン。ここでセンターバックで、さあ向田にサイドバックが一気に高い位置を取る、大谷が仕掛ける、ここは合わない。鮫島がゆっくりとボールを見送ってボールキックに変わります。前半の16分が過ぎました。山口がキーパーに向かって、そして中盤坂口2人を引きつけてパスを出します。そして伊藤美希、右サイド高瀬が上がってくる、推進力のある選手が上がってきました。アイナック神戸、伊藤を下げる、高瀬、そして三宅、ここでサイドを変えるか、アイナック神戸。
ターバック、ここから縦に上野に入れようというところですが、中中盤固い。ただここアイナックがミス出ました。愛媛アクネがボールを持ってシュートに行く。スタンボーがキャッチします。今度はゲルト・エンゲルス監督が大きな声を出しました。アイナック今日愛媛にシュートシーンチャンスを与えましたが、2度とも中盤での配球のミスでした。愛媛アクネと大谷が一つミドルシュートを放っていきました。水谷なワンタッチでアイナック抜けようとしますが、愛媛ボールに変わります。鎌田、うーんと杉田ひな、いい位置でボールを取りました。岩渕クロスを入れる。これはキーパー吉原です。岩渕真奈は常に今シーズン田中美奈という新たな的を意識していると話します。うんとここでボールまた田中が受けてかわしてシュートに行けるが、佐藤光戻った。ただ再びここで杉田ひな、坂口右サイド、マセが上がってくる。佐藤光ヘッド、愛媛山口戻ってアイナックボール、しっかりカバーに入ります。愛媛 FC レディースのディフェンスです。伊藤美希、坂口、この選手が新しく加入してアイナックボール配球リズムを作っていきます。落としてシュートに行く。左足キーパー吉原こぼれて詰めるが、しっかりと抑えました。吉原南24歳、滋賀県の清泉大学卒業の3年目、開幕スタメンを取りました。このなでしこリーグ一部、この大舞台でのスタメンゴールキーパーです、吉原。あとスライディングに吉原、田中美奈行きます。愛媛ゴールを虎視眈々と狙う4年連続リーグ得点王です。アクネにプレッシャーをかけて取り返しました。森谷ボールを持つ時間はアイナック神戸レオネッサが長くなっています。鮫島大谷の待ちますがワンタッチで叩きます。両ワイド大きく広がって高瀬がサイドバックも上がっていくというところ。ここのボールが愛媛ボールに変わった。さあ愛媛このトランジション生かせるか。右に振って向田に彩香、前には大谷が広がりますが、ただアイナック戻りました。愛媛両翼両ワイド山口そして大谷かなり幅広く取っています。ここで1本出した。山口に通る。そして前には佐藤光もいる。山口スピードがある。左足でクロスを入れるが、ここは前にいませんでした。愛媛 FC レディース左サイドの山口千尋は昨シーズン2部の新人王を取った大卒2年目のプレーヤーです。左サイドに期待の若手山口、そして右サイドには代表経験のある大谷歩美と、愛媛の両翼は一つ攻撃の鍵を握ります。そして最前線には阿久根、さらには上野真美という、上野真美は現なでしこジャパンのメンバー。ワンタッチツータッチ目、その後ボールがつながりません。赤井監督は1部リーグという最高峰の舞台でどれだけ自分たちが積み上げてきた、ボールを保持し主導権を握る、そういったスタイルが
通用するか、見せられるかというのを大きな今シーズンの命題に挙げています。まあ、ですから初の一部昇格ですが、いわゆるリーグ戦の順位の目標などは掲げていません、愛媛 FC レディース。さあ、赤井監督から空いたぞという声、左サイドで組み立てて、ただアイナックもフォーバック揃っています。さあ、センターバックテンポテンポという赤井監督の声、向井谷、そして大谷、ワンタッチでここで入れば面白いが、ただすぐセンターバックの小屋も取り返しました。アイナックボールに変わりますが、ここはカウンターにはいけません。愛媛も戻りが早い。アイナックも、まあ、立ち上がりから、まあ、ボールを保持してはいるんですが、決定的なシュートシーンにはではさほど至っていません。前半も23分半分を過ぎています。0対0、両チーム得点ありません。愛媛 FC レディース対アイナック神戸レオネッサ、2020シーズンの第2節です。愛媛 FC レディースのホーム開幕戦、相手は、まあ、赤井監督が言うに一つ最高の相手というリーグ屈指の強豪アイナックです。左から佐藤光上がっていく、山口が幅を取って、さあここで山口が一度切り返して右でクロスを入れるが、ここは合わせる選手が悪念を越えていきます。ただ OKOK という赤井監督の声が飛びました。ここでプレーが切れました。まあ、前半半分が過ぎたところで飲水タイムが取られます。ニンジニアスタジアムです。今日のこの試合の主審は小泉麻香さん、副審が近藤京子さんと西野さやかさん、第4の審判山内和恵さんで始まっています。まあ、前半途中半分を過ぎたところで飲水タイム、0対0、両チーム得点ありません。アイナック神戸レオネッサを今シーズンから率いますゲルト・エンゲルス監督、63歳です。クラブ初の外国籍監督、横浜フリューゲルスをはじめ浦和レッズなど数々の J リーグチームでヘッドコーチ監督としてタイトルを取ってきた J リーグの名将がなでしこに舞台を移しました。まあ、掲げるのはポゼッションビルドアップ、ボールや人の動きを面白くするアグレッシブなスタイルという、そのゲルト・エンゲルス新体制のアイナック神戸レオネッサ。飲水タイムが終わってゲームが再開です。アイナックはリーグ戦の優勝が6年遠ざかっているという。さあ、ここ一気に抜けてきてチャンスになる、スライディング、マスヤの突破阻みました。背番号28、小屋恵理子、一発で裏を取ってくる。マスヤ理香にはそんなスピードがあります。アイナック神戸のスローインです。失礼、コーナーキックです。キッカーは今度は左利きの杉田ひなに変わります。センターバックも入ってくる、ゴールに向かってくるボール。さあ、杉田ニアサイド、愛媛の選手に当たってもう一度杉田に戻ります。伊藤がここ
愛媛ボールに変わった。さあカウンターに行きたいところが、前は愛媛一人しかいませんでした。大谷しか、アイナックがまた幅を広げます。増山が左サイド、ここで増山ボールキーで逆サイドがフリーになっている。ここはオフサイドがない。深いところからクロスを入れてこぼれた。今度は鮫島が右足で、佐藤光がヘディングで、しかし高瀬がボールを取って、スローインです。タッチ終わりました。背番号11、高瀬めぐみ、開幕戦で一部通算200試合出場を達成しました。大きな金字塔を打ち立てたアイナック神戸レオネッサのチームの支柱でもあります高瀬めぐみ。そして背番号9は田中美奈、リーグ通算99ゴールです。開幕戦でのゴールで99ゴール、今日ゴールを決めれば記念すべき100ゴールということになります田中美奈。アイナック、これが再びコーナーキック、キッカーは杉田ひなです。少しニアサイド低いボールで、これはもう完全にゴールラインを割りました。アイナックは杉田、そしてさらには坂口という非常にプレス機が得意な選手が2人います。松本園香がドリブルで上がってくる。大谷、アクネ、向かい田に、田中美奈のスライディング、愛媛ボールです。中盤での細かいボール回し、鮫島、三宅、サイドを変えます。広いところに高瀬めぐみ、今度は右から前には田中もいますが、ボランチの伊藤、坂口、愛媛ここを潰しにかかりますが、三宅が縦に1本、高瀬めぐみが高い位置、岩渕がターン、そして田中美奈に渡るが、小谷恵里子のクリカー、背番号28、チフレ埼玉から移籍してきた愛媛の新しいセンターバックです。深い打ちで田中美奈、2人がつく、食らいつく、粘り強いディフェンス、ただ今度は岩渕スライディング防ぎました。14番の山口千尋です。サイドの攻撃に定評のあるプレイヤーが必死のディフェンスを見せます。愛媛 FC レディース、アイナックのコーナーキックがもう前半5本目でしょうか。今度は坂口萌乃が行きます。ゴールから離れていくボールになります。右の坂口萌乃、坂口のいいボール、逆サイドヘディングが強い高瀬が競り合いましたが、愛媛のディフェンスも体を当てていました。バーの上、前半の31分が過ぎています。0対0、両チーム得点はありません。赤井秀一監督、再びテクニカルエリアの最前線へ。ゲルト・エンゲルス監督はテクニカルエリアに出てくることはありません。ベンチから大きな声を時たま出します。オッケーという赤井監督の声、アクネ、ここは相手ボールに変わる。
決め、しっかりとこのポジションを取ってアイナックの両ワイドの攻撃を抑えています。アイナックここキーパー下げます。田んぼ花、そしてここにプレッシャーをかけていくアクレ、さらには上野、三宅にプレッシャーをかけて蹴り出します。赤井監督が拍手をします。ナイスという声。ただここは3対3の局面になってロングシュートに行く。アイナック神戸、最後は伊藤でしたでしょうか。キーパーの吉原が少し出てきたということもありミドルシュートを放ちました。アイナック神戸をややこの前からトップをプレッシャーをかけてきます。サイドバックの鮫島も敵陣深く、ここ愛媛のこの出だしのボールコントロールを潰そうというところ、アイナックボールに変わります。鮫島彩、愛媛陣内、坂口、伊藤、そして高瀬、ここはただ愛媛の選手もしっかりとマークについている。佐藤光がプレッシャーをかけました。センターバックの三宅森谷、ちょっとふわっと浮かせてワンタッチ岩渕ですが、そして田中美奈、岩渕と田中にはなかなか通させません。愛媛FCレディスのディフェンスです。あいなく揺さぶりをかけようとしますが、愛媛も粘り強い守備を見せています。ワンアンカーの鎌田、さあ右サイド大谷が広く取ります。逆サイドには山口も広くポジションを取っています。ここでグッとスイッチが入ったのは岩内です。早く入れて今内、このパス、さあ中盤での攻防、ボールに行くなという赤井監督の声です。愛媛、さあ左、ここはしっかりと山口がついています。ここ右サイドから早めに送ってきた、オフサイドはない。田中美奈、そして中に入ったマスヤ、ただ愛媛戻っています。フォワードの上野真美が戻ってボールを回収しました。いや肝心なところ、危ないところにしっかりと顔を出しました上野真美。なかなか今日、自らの攻撃シーンということはないんですが、チームのこの守備しっかりと担っています。アクネ、そして上野、フリーでボールを受けてここは下げます。さあ愛媛は大谷と山口が最終ラインと駆け引きをします。縦に入れてこの中盤でアイナックボールに変わる。伊藤が早めに岩渕に出すが、すぐ浅島が防ぎました。下げます。鎌田、さあここは伊藤、左サイドの山口へというところですが、タッチを割りました。アイナックボールに変わります。ニンジニアスタジアム、風はありません。ほぼ無風の状態、雨も止んで、ムシムシとした湿気の高い中でゲームが行われています。夜の7時にキックオフの愛媛 FC レディース対アイナック神戸レオネスタの第2節です。愛媛にとっては記念すべく一部リーグでのホーム開幕戦、最高の相手、リーグの強豪アイナック神戸を迎えての一戦。前半まもなく37分、0対0、両チーム得点なし。
さあ愛媛、相手陣内にボールを奪って大矢が行くが、ここは坂口が戻りました。ただプレッシャーかけるアクレスタンボーは蹴り出します。そして前は田中美奈、田中美奈がすかさず二人が行く、杉田に渡って右サイドが大きくフリー、マスヤがフリーになっているが左鮫島、そして前岩渕、ここは激しくいったがファールを取ります。小泉出身です、護衛理子、チグレ埼玉から加入して愛媛の最終ラインを任されています。この強豪相手に再三再四体を張っています。アイナック神戸のフリーキックのチャンス、背番号15の坂口萌乃です。アルブレックス新潟レディースから移籍してきました。ここはフリーキックのチャンス、上背のある高瀬、さらには三宅守也といいますが、いいボールが入ってきた、セカンドボール、伊藤シュートに行く、右左にそれました。ダイレクトワンバウンドしたボール、アイナックの背番号6伊藤美希、意表をつくようなシュートを打ってきました。左にストレていきました。さてロングボール、大谷が収める、そして前を送る、松本園香が行こうとしましたが、アイナックスタンボー花、互いに 4-4-2 のこのシステムフォーメーションで組んできている愛媛FCレディースとアイナック神戸。簡単には隙を作らせないディフェンスを見せています。田中美奈がいる、行くが、ここで縦山口ですが、ここは高瀬です。赤井監督はずっとテクニカルエリアで具体的な指示も飛ばしています。愛媛FCレディースアイナック神戸相手に前半40分0対0、非常に緊張感のあるゲームを見せています。さあ守備の点、赤井監督の拍手何度も見られます。今節まではリモートマッチ、記念すべき一部リーグでのホーム開幕戦を無観客で迎えることにはなってしまいましたが、画面越しサポーターからの熱いエールも届いているはずです。そんな新たに一部リーグに上がってきた愛媛FCレディースに対して、アイナック神戸レオネッサ、今シーズンはゲルト・エンゲルス体制になって何としてもタイトルを取らなくてはいけない1年になります。杉田右に振ってマスヤ、鮫島が一気に上がってくる、中にはフリーで坂口が出てきたか、ちょっと接触しました。ボランチの坂口が積極果敢に出てきましたが、愛媛FCレディースの選手と接触しました。アイナック神戸の背番号15坂口萌乃は開幕戦でも58分にちょっと負傷交代のような形でピッチを退きました。この間飲水タイムが取られます。前半も41分を過ぎたというところです。今日も愛媛県松山地方28度30度近いこの天候となりました。午後には雨が完全に止みまして、
まあ、蒸し上がっているようなこの今のこのナイトゲームになっています。選手たちが各々水分を補給しピッチに戻ります。前半も42分を過ぎています。さあ田中スライディングで行く。ここは鎌田がすぐ出す。縦に入った。上野が前を向く。ドリブル開始。ハーフウェイラインを越えた。上野が左に振って山口。これは愛媛つながればいい形になるが、タッチライン。ただ赤井監督 OK OK という声。上野が今日初めてではないでしょうか、ハーフウェイラインから一気にドリブルを仕掛けました。愛媛 FC レディースにもなでしこジャパンメンバーがいます。昨シーズンの2部の MVP 上野真実、開幕戦でもゴールを決めています。まあ、上野にしてみればとにかくゴールに直結するプレーを求められています。赤井監督からも直にゴールに絡めというそんな指示が出されています。チームの勝利を欠かせない上野。一方こちらは一部の MVP だった田中美奈、岩渕にパスを送るが佐藤光、ナイスディフェンス。これは愛媛サイドからの拍手。ヒールダスが山口千尋がつく。集中力を切らせません愛媛 FC レディース。佐藤光縦に送って阿久根、ここは三宅との競り合いですが笛はなりません。タッチを割ってスローインに変わります。背番号18の阿久根真奈IPU 環太平洋大学短期大学部から愛媛 FC レディースに所属し、チーム最古参の9年目のプレーヤーが今シーズンも愛媛のキャプテンです。選手たちもかなり汗をかいているのが分かります。前半も44分が過ぎています。おっと抜けた。これはチャンスになるぞ。岩渕仕掛けるボックス内、岩渕3人に囲まれて下げて杉田が右足のシュート、それていく。わずかなチャンスを生かそうというところ、あいなく神戸レオネッサ。前半終了間際のプレーでした。アイナック神戸の岩渕、そして田中美奈、自慢の2トップ。前半の追加タイムは2分と表示されました。アディショナルタイムは2分です。縦へ送る。さあ収まった。松本園香、ただ愛媛ここはフォローありません。一気にアイナクが前線へ。このボールに岩渕も行くが向かい谷、岩渕を離して鎌田はすぐに振ってタッチを割ります。アクネ収めて大谷、狭いところアクネに当たりました。狙いは上野だったでしょうか。前半の目安は残り1分です。アディショナルタイムは2分の表示がされています。アイラック、あっとここは高瀬が一気に裏を抜け出ようというところ、そして駆け引きをして坂口が出る。キーパーが出ています。ここは一つ大きく愛媛の裏を連動して狙ってくるアイラックのプレーでした。赤井監督から広げるという声、アイナックボールに変わる。さあ杉田前を向いた。鮫島が左サイドバック上がってきました。ゴール前には田中、岩内、鮫島、向かい谷と勝負。鮫島が仕掛けて、ここは小屋に当たってコーナーキックです。どうやら前半最後のプレーになるかと思われます。アイナック神戸レオネッサ、前半だけでコーナーキック6本目になるかと思われます。さあ
前半終了間際のプレー、もう目安の47分は回っています。ニアサイドのボール、愛媛の選手に当たる。ここで小泉支店の長い笛が鳴りました。前半が終わりました。2020プレナスなでしこリーグ一部第2節、愛媛 FC レディス対アイナク神戸レオネッサの一戦を愛媛県松山市のニンジニアスタジアムからお送りしています。前半を終えて0対0、両チーム得点はありません。それでは後半戦が始まるまでしばらくお待ちください。
四国は愛媛県松山市にありますニンジニアスタジアムです。2020プレナスなでしこリーグ1部第2節、愛媛 FC レディース対アイナック神戸レオネッサの一戦はこれから後半戦です。両チームとも0対0、得点はなく後半戦を迎えます。背番号4番鎌田蘭選手に代わって、背番号7番石川さゆみ選手です。愛媛が1人選手交代をします。背番号7の西川さゆみ、チーム最年長の最古参の1人になります。愛媛をずっと支えてきたこの代表する西川さゆみがこのホーム開幕戦ピッチに立ちます。アイナックの方は選手交代なく後半戦に入るようです。後半戦は愛媛のキックオフで始まります。右から左に攻める全身オレンジがホームの愛媛 FC レディースです。四国初のなでしこリーグ一部昇格を果たしたチームです。赤井監督、そして阿久根キャプテンが四国の女子のサッカー選手たちに最高峰のリーグを見せることに意味があると、そこで自分たちがどれだけ見せられるか、夢や希望を与えたい、そんな地域への思いも語っているこのホーム開幕戦です。相手に全く不足はなし、向かうはアイナック神戸レオネッサ、リーグ優勝3回、数々の日本代表選手を輩出してきたなでしこ一部を代表するチームをホーム開幕戦で迎え撃っています。0対0のまま後半戦です。愛媛陣内、高瀬、そして伊藤、打っていく三宅、センターバック、ここでサイドを変えて鮫島、クロスを左で入れてくる、競り合い、ヘディング、坂口萌乃です。背番号15番、新加入田中美奈とともにこのアイナック神戸の一つ心臓を担います坂口萌乃、アルブレックス新潟レディースから、なでしこでリーグで実績のあるプレーヤーをアイナックは手にしました。一つ前線そして中盤に厚みを加えたアイナック愛媛。さあここは右サイド、向井谷が高い位置を取って、そして右左足クロス、どうやら7番の西川さゆみが鎌田蘭のポジション、アンカーポジションを務めるようです。西川本来はサイドバックでプレーすることが多いんですが、この後半から入った背番号7の西川がアンカーポジションに今位置をつけています。左のサイドバックに19番の佐藤光です。この選手が記念すべき愛媛のなでしこ1部リーグ初ゴールを決めた選手です。そしてセンターバックが浅島と小屋、右のサイドバックに向谷彩香です。中盤が西川、そして松本園香、右のサイドに大谷、左に山口、前線ワントップ、トップに阿久根真奈、そして上野真美がトップ下にも入るという陣です。さあ高瀬がクロスを入れる、アイナック、これはファーサイド抜けていきます。一方のアイナック神戸レオネッサは開幕戦とメンバーは変わっていません。さあ愛媛、ここはキーパーの低い位置からボールをつないでいこうというところでありますが、アイナックもぐっと陣プレッシャーをかけまして、杉田、さあボランチの坂口も前線の位置、岩渕には3人が囲みます。左に振って鮫島、
鮫島は両足でクロスを入れられる、右でクロスを入れて、このボールが逆にこぼれていく。さあ競り合い、田中美奈、最後は増谷と山口の競り合いでしたが、山口が出してアイナクロス、コーナーキックになります。これが後半1本目、前半にも6本ほどコーナーキックがあって、ここはショートコーナーできました。坂口がクロスを入れる、いいボールだ、セカンドボール、伊藤、もう一度右に振って坂口、ボックス内シュートが合わせるが、ここは旗が上がっています。そして小泉主審がオフサイドを取りました。低い位置で低いボール、高瀬が合わせましたが、ネットを揺らしましたけれども、これはオフサイドになりました。アイナ神戸レオネッサです。愛媛がつなごうというところ、もう相手陣内でプレスをかけていくアイナック神戸。ゲルト・エンゲルス監督、少しこう身を乗り出すような格好でベンチから出てきて指示を与えています。チーム結成10年目で初めてなでしこ一部の大舞台を踏んでいる愛媛 FC レディースと、誕生20年目の節目を迎えた強豪のアイナック神戸レオネッサの一戦です。0対0で後半戦に入っています。今節までなでしこはリモートマッチ、ただ愛媛のニンジニアスタジアム、バックスタンドには大きくサポーターからのメッセージボード、笑顔を咲かそうと掲げられています。選手たちはこれを見ながらホーム開幕戦戦っていきます。さあ、ここは激しい競り合い、リモートマッチな分、非常にこの球際といいますか、ボールの激しい音がはっきりと聞こえてきます。アイナック、ここは杉田、ひな、鮫島、アイナックの両翼は非常に攻撃力の高い2人。さあ坂口がこの位置で、サイドバックの佐藤光が中に絞ってこのボールを止めました。愛媛 FC レディース、高い集中力で攻撃チャンスを作らせません。今度は岩渕が左に取って、ここでスルーパスをマスへ送ろうというところでありましたが、しっかりと体を寄せていました左サイドバックの佐藤光です。右のサイド向田に、このコーボールはアイナクボールに変わって、さあ赤井監督からも切り替えという声が出た。さあ岩渕が仕掛けるボックス内、このボールは岩渕がまだ持って、左足のシュート、キーパーを抑える、コースがなかったか岩渕、吉原美奈美がしっかりとキャッチしました。ここも愛媛が後ろからつなごうというところ、西川アンカーのポジションをワンタッチでさばきます。ただ明らかにこの田中、岩内と2人は、いやもう愛媛のこのゴールエリアに入ってくるかというような、そんなポジションを取っています。愛媛ここで相手陣内に入れるか、若干今中盤にスペースはできています。大谷、アイナックボール、右サイド高瀬が大きく位置を取ります。今度はアイナックの両翼が広がりました。愛媛は非常にコンパクトな守備陣形、アイナックゴールキーパーのスタンボー花もこのつなぎに参加していこうかという形で今飛び出してきましたが、ここはアイナック最終ラインでのボール回しということになります。
左から鮫島、そして受けた田中美奈、前を向いて岩渕へのスルーパスだがちょっと長かったか。狙いは明確でした。岩渕、田中、この新しいホットライン、アイナック神戸の今シーズンの大きな魅力です。後半のこの立ち上がり、ボール保持はさあアイナックか、今度はマスヤ、そしてふわっと浮かせてチャンスになるシュート、ポストバーカ、こぼれて、ここは決定機でした。まだある、マスヤクロスを入れる、低いボール、愛媛は集中、アイナックが俄然愛媛陣内を覆ってきました。笛が鳴ってアイナックボールです。何か愛媛のディフェンス陣につなぎ網をかけるかのように襲いかかってきます。さあマスヤ、坂口、伊藤、左に振って鮫島、仕掛ける、向かい谷がつく、鮫島のクロス、いいボールだ、競り合い負けない佐藤光、こぼれのまま、ここは抑えました。ここは一旦ボールを出します。愛媛山口、いやかなりもうアイナックのマスヤリカはもうフォワード、もう最前線と言っていいような位置取り、マスヤ、愛媛陣内でゲームが進んでいきます。高瀬、そして森谷、鮫島、杉田、そしてここで鮫島がサイドを変えて、サイドバックの高瀬が上がる、愛媛は山口がつく、愛媛は悪名を残してみんな深い位置でディフェンスです。高瀬が仕掛けるクロス、このボールはライン割っていません、ゴールライン割っていません。ただこの5分間非常にアイナックのプレッシャー激しくなっています。あ、さらにここももう愛媛最終ラインからのつなぎを遮断するかのようにボールを取り返してくる。あーと、さあ浅めに対して岩渕、あ、ここはドリブルでかわしました浅島、そして阿久根、山口に通る、山口はサイドを変えようというところか、再び阿久根、左サイドで笛が鳴って愛媛ボールに変わります。当たりも激しくなってきました。愛媛 FC レディースの赤井監督はテクニカルエリアから一度ベンチに戻ってサブメンバーを見ました。どうやら愛媛に選手交代がある模様です。さあここは西川、浅島、そして向井谷、あーっと追いかけていく田中が猛然と来る、キーパー吉原が前へ、セカンドボールは中盤、マスヤ、ここは田中美奈はオフサイドです。アイナック神戸の方も選手交代があるようです。今シーズンは特別ルール、選手交代は5人まで許されています。交代回数はハーフタイムを除いて3回です。少しずつ中盤にはスペースもできてきています。アイナックは田中、岩渕は
かなりこのツートップ前からプレッシャーをかけていく。さあその中を愛媛チームの特徴であるつなぎどこまで展開できるか。センターバックが持ち上がって、左愛媛スペースはあります。浅島、さあ山口が、さあ佐藤光、阿久根、山口を越えて佐藤光が高い位置を取る。そして阿久根を送ったが、これはディフェンス当たりましたね。愛媛ボールのコーナーキックになります。愛媛セットプレーのチャンスを手にしました。そして愛媛は25番と16番、中松と西原がピッチにどうやら入るようですが、このコーナーキックはでは入りません。さて愛媛、向田に浅島、そして小屋といったヘディングの強い選手が入ります。ファーサイドへのボール、後ろから合わせる、バーの上、意表をついた、そんなセットプレー。大谷歩みのキックから最後は佐藤光、開幕戦に続いてのゴールを狙いましたが、佐藤ここはバーを越えていきました。そして愛媛 FC レディースの選手交代になります。出るのは8番の松本、そして9番の大谷歩みもピッチから出ます。背番号8番松本園香選手に代わって、背番号16番野田松香奈美選手、背番号9番大谷歩み選手に代わって、背番号25番西原瑞希選手が入ります。アイナック左サイドから行く、中には田中美奈、岩渕も入った、後ろに下げて、アイナクはフィールドプレイヤーが全員愛媛陣内です。三宅、裏を最終ライン取るか、高瀬ワンタッチ出すが、ここは愛媛ボールに切り替わる。西川、さあ愛媛ここから、さて愛媛の布陣でありますが、16番の中松はフォワードということもありまして最前線に組みしています。中松かなみ、そして25番の西原は、比較的サイドプレーヤー、長身のサイドプレーヤー西原瑞希はやはり右サイドですね。さて愛媛ここで、阿久根に通ればというところでありますが、ここでトランジション切り替わった。そして田中美が前を向く、2人を引きつけてスルーパス、岩渕に送ってシュート、ディフェンス防いだ、足を出した。愛媛 FC レディース、背番号28、またも小谷恵理子、今日幾度となく田中岩渕のシュート決定機を阻んでいます。愛媛の最終ラインを司る小谷恵理子、コーナーキック、アイナック神戸レオネッサ、キッカーは坂口萌乃です。ゴールから離れていくボールになります。コーナーキックは7本8本目になります。アイナック神戸ヘディング、競り合いは逆サイド、アイナックのスローインです。アイナック神戸も選手交代です。今日初めてエンゲルス監督カードを切ります。
マスヤに代わって24番の水野吹きな入ります。アイナック神戸レオメッサ選手の交代を知らせします。そして13番の中田亜佑も入ります。背番号24番水野吹きな選手、背番号15番坂口萌乃選手に代わって背番号13番中田亜佑選手が入ります。アイナックも攻撃的なカードを切ってきました。ボランチの坂口に代わってドリブルの得意な攻撃の切り札の一人中田亜佑を投入してきました。エンゲルス監督、水野はどうやらマスヤリカのポジション右サイド、両チーム選手交代をしてきて活性化を促そうというところです。後半まもなく20分です。0対0両チーム得点ありません。まだ均衡が破れない愛媛 FC レディス対アイナック神戸レオネッサの第2節です。逆サイド佐藤光、ここに行くのは水野吹きな、山口が懸命に追いかけていく、そして阿久根前を向く、西原が追い越していく、阿久根西原に渡した、ボックス内、西原は落として中松にシュートを打たせたか。愛媛は、中松背番号16、本来なら、トップを張ってもいい選手なんですが、開幕戦では阿久根と代わって最前線を務めましたが、今日はボランチの松本に代わっての登場、インサイドハーフの位置にを取っています。16番の中松かなみ、西川アンカーポジション、あっと西川がここで岩渕がボールが渡った、シュートに行くが防ぐ、今度は浅島しっかりとシュートブロックに入る、愛媛中田が仕掛ける、アイナック低いボールクリア、アイナックが分厚い攻撃を見せてきます。美しき力強いメスライオンたち、美しき勝利をすることを目的としているアイナックレオネッサ、開幕連勝を目指すべく一部初昇格の愛媛 FC レディースボール襲いかかります。後半は現在画面上に出ているタイマーは後半の時間を表示しています。後半の22分を回ったところです。画面の時間表示はトータルタイムではありません、後半の時間です。現在後半22分を過ぎたところです。両チーム得点なく0対0です。左サイド じりじりとした展開になってきました。1点を争う攻防です。愛媛 FC レディース対アイナック神戸レオネッサ、ここで後半も半分が過ぎたところ、飲水タイムとなります。選手たちも大粒の汗をかいています。試合が始まる前から非常にこの湿気の高い、雨が完全に上がった状態でのゲーム、言ってしまえば超低温のサウナに入っているかのような、そんな汗だくを余儀なくされる中でのゲームです。愛媛 FC レディス対アイナック神戸レオネッサ、後半の23分が過ぎたところ、ここで飲水タイムです。画面の表示は後半の時間を表示しています。トータルタイムではありません。後半残り半分、ゲームはどう動いてくるんでありましょうか。開幕連勝を狙うアイナック神戸レオネッサと一部初勝利、ホーム開幕戦で飾れるか愛媛 FC レディース。
互いに緊張感のあるひたむきなプレーを見せています。さあ飲水タイムを終えて後半残りの半分です。双方とも攻撃的なカードは切ってきました。ただ今シーズンは選手交代5人まで OK ですので、まだ変えることができます。最前線アクネ、そして西原、愛媛、ここでボールを取りました。スイッチが入る山口、早く攻撃に展開できるか。下げて佐藤、センターバック、西川、アイナックもしっかりとこの愛媛の中央のパスコースを遮断しています。水野が中へ送ろうとしましたが、ここクリア、そして裏へというところでありますが、ここはラインをしっかりと保っていました愛媛の浅島と小屋。田中美田に裏を取られません。裏を取られば、すぐさまもう得点に直結するという、そんな危機感を抱いているのでありましょう。高い集中力を持った守備を見せています。そして再三再四体も張っています。阿久根、佐藤、山口、ワンタッチですが、ここは水野が戻っていました。赤井監督、ゲルト・エンゲルス監督ともにテクニカルエリアに出てきました。後半26分になろうというところです。さあ激しい競り合いから西川取って阿久根に渡す。阿久根がここは左の佐藤光、西原がボールを要求するが、佐藤は自らボールを持っていきます。カバーには阿久根がつく、そして山口もいる。ここはアイナックボール、タッチを割りました。フリーでボールを向けてドリブルで入っていく。ただフォローに入れた、田中自ら抜いていった。そしてチャンスシュート、決まった。これがエースの力、なでしこジャパンが見せました。田中美奈、開幕2試合連続ゴール、そして一部通算100ゴール達成。ただいまの得点は、アイナック神戸バロネッサ、背番号9番、田中美奈選手です。1対0、アイナック神戸レオネッサ先制。均衡を破ったのは、アイナックの新しいエース、日本のエース、田中美奈。ディフェンス2人を跳ねのけて、キーパーとの1対1、流し込みました。愛媛の赤井監督が個人能力でず抜けていると話していた田中美奈と岩渕真奈、最も警戒する2人のうちの1人、田中美奈が愛媛ゴールをこじ開けました。中に入って水野、落としてこぼれ球、左足のシュート、田中です。今のシーンを見て愛媛の赤井監督はまたベンチに戻ります。先手を取ったアイナック神戸レオネッサ、
西原が行く。先手を取られた愛媛、後半の29分を過ぎたところ、1点を取りに行かなくてはいけない愛媛 FC レディースです。前には山口西原が両ワイド高くポジションを取ります。アクネ、トップ下には中松、攻撃的なカードを切ってというところ。ただ先制点を許してしまいました。山口、高瀬が激しいチャージ。佐藤、赤井監督から慌てるなの声、再び監督が、赤井監督がテクニカルエリアに向かいます。そして指示を与えます。愛媛ボール、チームが掲げてきたつなぎのサッカーで一部強豪アイナックのゴールをこじ開けることができるか。中に入れる、ただここカット、守屋、しかし西川がまたボールを奪う。左に振って、佐藤光、浅島、ここから前への推進力どこまで発揮できるか。上野が低い位置でボールを奪います。取ります。なかなか上野が前を向いてゴール前でプレーするシーンを作り出すことができていません、愛媛 FC レディース。やはりチームがゲルト・エンゲルス体制になって掲げている、そのビルドアップつなぎのサッカー、この愛媛戦ボールの保持時間は非常に長くなっています。後半31分が過ぎています。1対0、アイナック神戸レオネッサがリードしています。田中美奈が愛媛ゴールをこじ開けました。まだ収められるか、三宅、体で潰しにかかります。このボール過ぎた、なかなかアクネにもボールを収めさせてくれません。アイナックの激しいディフェンス、鮫島、そして伊藤美希、右に振って代わって入った水野です。高瀬が追い越しているか、水野ドリブラー、中で勝負、岩渕、伊藤、ここで外に振る、高瀬がフリー、低いボールでクロス入れてくる。ただ愛媛塞ぎます。水野、なかなかつなぎにまでいけない愛媛 FC レディース。岩渕仕掛ける、ボックス内、ボール、田中が受けてこぼれて、ここはシュートを打たせませんでした愛媛 FC レディース。岩渕に入って、そしてすぐさまその田中がどこにいるか、田中美奈という的を意識したプレー。岩渕、数少ないチャンスを生かしました。田中美奈、4年連続得点王、日テレベレーザから移ってきた選手、鳴り物入りでアイナック神戸に移籍していた田中美奈、その名にたがわぬ活躍を開幕戦この第2節と見せています。
連続ゴールで1部通算100ゴールを達成しました。アイナックは開幕2連戦がアウェーですので、まあ、このアウェーでもし勝ち点6を取れるとなると、まあ、非常に次節のホーム開幕戦に弾みがつきます。ゲルト・エンゲルス体制、7年ぶりのリーグタイトル奪還へ、アイナック神戸レオネッサ愛媛から先制点を挙げています。反転、ここも中田が入ってくるが抑えた愛媛。西原、前はアクネ、収めた、前を向けるか、アクネ取られない、そして前出した中松、ただここには伊藤美希がついていく。愛媛になかなか攻撃の形を作らせません。アイナック神戸レオネッサです。笑顔を咲かそうというバックスタンドのオレンジのメッセージボード、このホーム開幕戦に合わせてオレンジメッセージプロジェクトで盛り上げようとチームサポーター作ってきました。そんな期待に応えたい愛媛 FC レディース。さあ上野、佐藤光、相手陣内に入った山口、浅島、そして小屋、ただアイナックもしっかりとポジションを取り、岩渕がここでチェックに行く、センターバックが運んで縦に入った、さあ上野、左に振って山口、仕掛けるか、切り返して佐藤に送る、ボックス内にも選手が入るが、ここで山口に渡る、さあ山口左足でクロス、いいボールだ、競り合いはクリアです。愛媛チャンスを作りました。後半36分過ぎています。残り10分を切りました。佐藤光、さあ左サイドには山口もポジションを取るが、佐藤自らボックス内、ここは自ら仕掛けようというところ。さあアイナックのカウンターには気をつけながら愛媛攻撃の手数を増やしていきます。そして選手交代の準備も進めていきます。愛媛 FC レディース、アイナックは自陣でポジションを取りながら愛媛の攻撃に蓋をしていこうというところ。だいぶ田中も岩渕も疲れてきました。後半開始は前線からプレスに行っていたということもありまして、田中岩渕、おっとここで岩渕に渡った、ボールを運んでいく、岩渕、田中に渡る、シュートチャンス、ブロックする、浅島こらえました。追加点は許さない、勝利のためにはこれ以上の失点は許されません。愛媛 FC レディース、38分後半回りました。画面のタイマー表示は後半を表しています。後半38分が過ぎています。後半27分ごろアイナック神戸レオネッサの田中美奈の先制ゴールが生まれています。ニンジニアスタジアムの記念すべきホーム開幕戦、愛媛 FC レディース、四国初のなでしこリーグ一部のチームとしてひたむきにサッカーを見せる、それが四国の女子サッカー選手に大きな希望、
勇気を与えると選手たちは思っています。一部の大舞台でこのつなぎのサッカーを見せたい、そんな熱い思いを持ってホーム開幕戦アイナック神戸ルームスターに挑んでいます。追う点差はわずかに1点。守備では粘り強いし何度も見せています。田中の1点に抑えています。アイナック神戸もボールポゼッションを一つ今シーズンの持ち味にしている中、どこでボールを奪って攻撃に転ずるか。愛媛コーナーキック、アイナック神戸レオネッサ背番号13中田亜佑。変わってるからね。愛媛は背番号32のボランチの平塚真希が入る準備をしていますが、まだ交代はさせないようです。後半40分回りました。残り5分です。1対0アイナック神戸リード。キッカーは中田亜佑に代わります。ゴールから離れてくる、いいボールだ、ヘディング、なんとこれも押された、ディフェンダークリア。いやー、1点かというシーンをディフェンスヘッドでクリアしました。執念のディフェンスを見せます愛媛 FC レディース。ここでキャプテンの阿久根真奈に代わって背番号32平塚真希が入ります。平塚が入りました。背番号32、開幕戦も途中から入っていきました。ボランチの選手であります。非常にポストプレーも強いですので、さあ1点を取りに行かなくてはいけない愛媛 FC レディース。阿久根に代わって平塚投入、その平塚はどうやら前線に前めにポジションを取っています。前は中松と平塚といったような感じ。平塚が追いかけていきます。赤井監督、パワープレーも辞さないといった、そんな選手交代カードを切ってきました。後半まもなく42分です。時間がなくなってきました。さあ愛媛、少しでもチャンスを多く作っていきたい。平塚、そして中松、上野が動く、逆サイド山口がフリーだが、ここは潰そうとする岩渕。愛媛の速い攻撃を少し防ぎました。山口が左サイドでボールを受けるが、アイナックもディフェンサー取ってる、前を向いた中松、そして上野、こぼれた、西原のシュート、左足キーパースタンプを放つ。シュートシーンは作っています。愛媛 FC レディース、アイナック神戸に相手にゴールをこじ開けられるか。前を向いた上野、そして平塚、シュートに行く、失礼、中松です。中松がフィニッシュに行きました。積極果敢ゴールを狙っていきます。中松かなみ、愛媛は中松、さらには上野、そしてあとどうやら平塚はやはりボランチの位置を取ります。まあ、ただ玉井はヘディングも強いですので、セットプレーのシーンを手に入れれば愛媛としても勝機を見出せる。さあ上野が前を向いた、ただすぐ立ちはだかる、三宅右に振る、クロスを入れる、低いボール、このボールはクリアが中途半端だ。西原収められるか、ボックス内、一度クリア、アイナック、
タッチを割ります。愛媛ボール。後半44分を回りました。後半にあいなく神戸の田中美奈の先制ゴール、1対0。それまでは、後半の途中までは激しいディフェンス、1点も許さない、両チームとも集中力の高いディフェンスの攻防を見せました。ゴールをこじ開けたのは田中美奈、アイナックの新しいエース、なでしこジャパンのこの日本を背負うストライカーが愛媛ゴールをこじ開け、1対0。ゲームはそのまま後半44分を過ぎています。開幕連勝なるかアイナック。一方、何としても開幕連敗を避けたい、1点を取りたい愛媛 FC レディース。後半の追加タイムは4分と表示されました。アディショナルタイムは4分です。愛媛には4分時間があります。ここでボールを取られた岩渕、高いところで田中美奈に渡るが、中田に渡る、中田が低いボール、これがポストを押し込む、ヤクセイナ、体を張る愛媛のディフェンス。もう一度中田、いいクロスがあってキーパー吉原美奈、スーパーセーブを見せます。大卒3年目のプレイヤーがなでしこ一部の大舞台でアイナックの分厚い攻撃を防ぎます。愛媛に勝ち点の勝利のチャンスをもたらしています。吉原美奈、追加タイムは4分。吉原の決死のセービングに応えたい愛媛の選手たち。ただアイナックもここに来て走り負けません。しっかりとボールに食らいついていく。上野にそう簡単に前を向かせません。そしてあっと岩渕はここではボールキープとなります。コーナーフラッグに、さあ愛媛取り返した。ただスライディング、ここは激しいチャージで愛媛ボールのスローイン。愛媛に残された時間は残りあと2分少々というところ、ここはハンドを取られました。アイナックのフリーキックになります。目安残り2分切ったところ、アイナックのフリーキックとなりました。ゆっくりとボールを置きに行く中田亜佑。ここはフォワードの中松も愛媛、やはりディフェンスを意識しなくてはいけないところ。アイナックは追加点といきたいところ、ゲームを決めたいシーンでもあります。中田のキックはいいボールだ、キーパーパンチングこぼれてシュートに行く、また抑えた、吉原美奈、いや体を張ります。吉原、そして愛媛のディフェンス、ひたむきに懸命にサッカーをする姿は赤井監督自身が尊敬すると一言話す通り、愛媛のなでしこたちは勝利を諦めずゴールを守ります。まだ時間はある、目安は、さあ攻撃のチャンス作れるか愛媛、田中、あっとここで取った、さあトランジション、愛媛佐藤前を送る、ここは中松、愛媛ボール、相手陣内深くに入りました。あっと田中に収まった、目安時間が、あっと今主審が時計を見ました。
試合終了、1対0アイナック神戸レオネッサ、初昇格の愛媛 FC レディースを下し開幕連勝、なでしこリーグ一部強豪の貫禄を見せました。一方愛媛 FC レディースは開幕連敗となりました。非常に行き詰まる攻防戦、今日は無観客でありますが、まあ、メディアの側から拍手が、大きな拍手が送られました。まあ、それだけ愛媛の選手たちも懸命に走って1点を狙おうとする姿勢、そして追加点を許さない姿勢を見せました。ホーム開幕戦、画面越しではありますがサポーターにもその愛媛イレブン、愛媛のなでしこの熱き思いは伝わったと思います。ただその愛媛の思いを打ち砕いたのがアイナックの新しい背番号9、日本のエースと言ってもいい田中美奈です。ディフェンダー2人を振り切ってキーパーとの1対1、見事に今日もゴールを決めまして開幕2試合連続ゴール、そしてこれが記念すべきリーグ通算100ゴール目となりました。この補強の大きな目玉、今シーズンなでしこ一部にとっての一番の一つ注目のこの移籍の田中美奈が開幕から大きな仕事をしています。アイナックは1対0と2戦続けて田中美奈のゴールで勝利をものにしています。開幕連勝で第3節のホーム開幕戦を迎えるということになりました。2020シーズンのプレナスなでしこリーグ一部は開幕 1,2 節が無観客のリモートマッチ、来週の第3節から観客を入れて行う予定です。1、2節画面越しから熱いエールを送っていたサポーターの皆さんも第3節から、いよいよ観戦が可能ということになります。男子と同じピッチで熱きプレーを90分間繰り広げるなでしこリーガーたち、そんな選手たちのプレーに監督たちも心を揺さぶられています。ピッチ上ではアイナック神戸の田中美奈の通算リーグ通算100ゴールを祝う、そんな祝いの記念撮影ということになっています。本当はサポーターと一緒にやりたかったところだと思いますが、それは第3節、来週のホーム開幕戦、観客お客さんを入れてのホーム開幕戦でもきっと喜びのそういったシーンがあると思います。4年連続の得点王、2年連続の MVP が今年のアイナック神戸レオネッサにはいます。7年ぶりのリーグタイトル奪還へ、開幕連勝、最高の形で第3節のホーム開幕戦を迎えることになります。次の第3節から観客を入れて開催していきます。2020シーズンのプレナスなでしこリーグです。新型コロナウイルス感染拡大の防止の対策を取っての観客を入れての開催となります。愛媛 FC レディースは第3節、8月2日日曜日午後4時キックオフ、愛媛県総合運動公園球技場で伊賀 FC と、そしてアイナック神戸レオネッサも同じく8月2日日曜日午後4時キックオフでノエビアスタジアム神戸で
ジェフユナイテッド市原千葉レディースとのホーム開幕戦を迎えます。愛媛の選手にとっても来週の第3節は待望のサポーター、お客さんを入れてのファンを入れてのこの試合ということになります。大きな力がまたぐっと手に入ることでしょう。なお開放する観客席や指定席、自由席の設定、当日券販売の有無など通常とは異なる運用となりますので、ご来場の際は事前にホームチーム各クラブの公式ホームページでご確認ください。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルでは一部リーグの全試合を生中継で配信しています。2020プレナスなでしこリーグ一部第2節、愛媛 FC レディース対アイナック神戸レオネッサの一戦は1対0でアイナック神戸レオネッサが勝利を収めました。実況担当滝沢雄一でお送りしました。それでは愛媛県松山市のニンジニアスタジアムから失礼いたします。正面玄関とゴール。